リウィア・ユリア・リウィア・ユリアは、ローマ帝国、第二代皇帝、テベリウスの孫娘。4年から8年の間に、ショードルススとリウィッラの長女として生まれた。父ショードルススは、テベリウスとウィクサニアの息子で、母リウィッラは、ダイドルススと、コアントニアの娘。弟に、テベリウス・ゲメルス、ゲルマニクス・ゲメルスの双子がいる。19年に、テベリウスの養子・ゲルマニクスが急死する。 ゲルマニクスは民衆に人気が高く、ユリアの父小ドルススと共に、テベリウスの後継者候補であった。翌20年に、ユリアは、ゲルマニクスの長男で、テベリウスの若い後継者候補とみなされていた、ネロカイサルと結婚する。この結婚は、テベリウスの後継者小ドルススとゲルマニクスの維持を結びつけるものとして、多くの人から歓迎された。23年に、 父ドルススが死亡する。これ以前より、新衛隊長官ルキウス・アイリウス・セイヤヌスは、ティベリウスの右腕として権力に近い位置にいたが、実の息子で、後継者であったドルススをティベリウスが失って、以降はますます徴用されるようになっていった。実際には、権勢拡大を図るセイヤヌスによってドルススは暗殺されたのだが、このことは、セイヤヌスの死まで知られることはなかった。 またこの暗殺に先立って、セイアヌスは、ユリアの母リウィッラと上皇を通じ、自らの陰謀に引き入れていた。この後、セイアヌスは次の標的を、ユリアの夫ネロとシュートメダイアグリッピナとし、攻撃を仕向けるようになっていった。この時、ユリアから母、リウィッラを通して、ネロの原稿が、セイアヌスに伝えられていた。十七年に、テベリウスがカプリトへ陰性すると、 セイアノスの県政は、ますます巨大になり、29年に、オットネロは公敵を宣言され、ポンティア島へ、追放された。その後31年にネロはポンティア島で没した。家父となったユリアは33年に、ガイウスルベリウス・ブランドスと結婚する。ブランドスは、祖父が、ティブル出身のローマ騎士と、家計においては大きく先風ネロに劣っていた。このブランドスとの間に、 息子ガイウス・ルベッィウス・プラウトスと娘、ルベッアを設けている。37年にテベリウスが死に、ネロカエサルの弟カリグラがその後を継いだ。38年に夫、ブランデスが死ぬ。カリグラは41年に暗殺され、その後の皇帝にはユリアにとって、おじにあたるリウイラの弟クラウディウスが就任した。同年に、クラウディウスの妻メッサリナは、男子、 ブリタンニクスを出産する。これ以降、クラウディウスはメッサリナの言いなりとなっていった。メッサリナは有力者を次々と排除、殺害していったが、ユリアもその標的となり、43年メッサリナによって殺害された。ありがとうございます。